どうも藤森チャンネルです、はい、そして、今回のゴルフ動画ゲストトータルテンボスさんです。よろしくどうぞ。お願いいたします。さあ、ということでここまで実は、はい、もう、1、2ホールが1回私のチャンネルで、はい、そして3、4、5、6番ホールは、はい、トータルテンボスさんの寿司ゴルフで、はい、そして最後7、8、9がまた私のチャンネルに戻ってまいりました。戻ってまいりましたか。はい、もういいですか。ルールは1、2と同じで、同じでいきますか。藤森対トータルテンボスのベストボール、ベストボール対決。もう1、2のホールの藤田なんか全く戦力にならなかったけど、はい、仕上がっては来てるよ。いいの。確かに今、もう今この前で普通に負けたりしてますから、ね、だいぶ温まってきたよ。いいです、それでやっぱリベンジマッチだ。おお、負けたから、はい、1、2ホールは、はいはい、ベストボールということで、うん、3ホール上がった時のスコアが、うん、あ、悪かった方が罰ゲーム。おう、うん、なんですか。電気ヤンマだ、電マだ。相当悔しかった。さっきやられたからね。あもう一回やられることも十分考えてるよ。オッケーオッケー。あー、うん、あーいい、俺もやってやろうか。もう絞り出したからな、精子お前の。電マって別に精子絞り出すためのもんじゃないから。ナイスショー。あ、いい、完璧。これはいい、うん、まあ、ちょっともしかしたら飛んでなかったんで。いや、いいよ、いいです、うん、ありがとうございます。どういうこと、これさ、うん、あー、あー、これいっちゃったか。え、出た。いや、右に、あれはね、右に入っちゃいました。あれは入ってるんだよね、丘にね。ちょっと OB かな。これはちょっと OB だ、ね、これはもうチームになるとこれ全然戦力なんねえんだよ。よしよし、一人消えた。よし、ナイスショー。これは完璧でしょ。いいとこ、はい、ナイスです。よし、おう、まあ、これ OK だ。おう、これはいいですね。ああ、これですよ。これですよ。なかったな。おい、はい。さあ、始まりましたよ。よし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 。電話をかけた男たちのガチンコ対決。ああ、やっちゃった。これは電話候補やで。やっちゃったー。やで、これこれはいかんミス。おれ、おい、ナイスいけ、なんとか。ありがとうございます。あー、ちょっと噛みました。手前とショート。お前です。やってまいりました。あ、あ、やめ。あ、あ、まあまあまあ、でもグリーン奥。バンカーかな？あ、バンカー。行っちゃったバンカー。はい。これをも、どんまいです。持って行きがてら行っちゃって。うん、やってもうた。やばい、電話だ。打つ瞬間電話がよぎったんや。ナイス。あ、登れよ登れよ。いやー、悔しいです。でかいか、強いか。うんうんうん。あー、でかい。ちょっとは。
べえ。うん、見てる、いいよ。弱いか。OK です。うん、弱いか。え、さあ、慎吾のボギーパット。はい。いやー、入れ球だね、俺も。だからあー、厳しい。やっちゃった。これ入れてほしいよ、今のは。そうだよね、うん、下とかじゃなくてさ、入れダボ。ナイスー。うまい。オーケー、ダボ。ナイスボギー、ナイスダボ。ダボで同点だね。うん、さあ、最初のホールは、大村さんのじゃあスコアを採用ということで、オーケー、ダボダボでタイです。はい。これね、何やってんだよこいつらっていうあるかもしれないけど、やっぱ電話がかかるとみんななりますよ、はい、うん、電話バイアスがかかっちゃうんですよね。電話バイアスだいぶでかいよ。電話バイアス、ね、怖すぎるんですよ、電話バイアスが。てか電話って俺中学生以来したことなかったっすよ。うん、長いからね。しかも俺ら10分ずつだもんね。一発目だってさ、うん、15分やってたんじゃない。15分やってる、うん、いや長いのよ、長いね長いね。それがね、やっぱトータルでもその良さでもあり、うんうん、まあ、うん、ダメなところでもあるね。ダメなところでもあるんだけどね。うん、そうそうそう、関係ない。面白いとかの時間超えても関係ない。そうなの。中8番コース短いですね。302ヤード打ち上げのパー4です。うん、短いけどね、結構やっぱ打ち上げだから。確かに、あのバンカーを越えるかどうか大事ですね、うん、よー、右行くわ。ここじゃない。うん、まあでもいいか。うん、ないことはない。でかい。どこ？あれ？え、どこだっけ？なんか入りましたね。いや、入ったんじゃない。奥に？飛びすぎた。うん、奥に？だいぶでかかったよ。はい、あれ？あれ？大きいかあれ。ですね。あそこ入るのってなかなかよ。まずいまずいまずい。いい。これはいいでしょう。いいとこ。うん。この前これがね、うん、木の前行けよ。いいね、素晴らしい。素晴らしい。オッケーオッケー。うん、いいじゃない。超えるでしょ。超えるか、バンカー。超えるでしょ。あー、あー、超えた。出た、出た。出た。はい。おー、よかった。バンカー出ました。入したけど、跳ねて。うん、オッケーオッケー。いやー、やっちまいました、1球目。ワンペ。はい。短い。短きゃ。ミニショット。悪くないんじゃない？手前かな？まあまあナイスオンでしょ。ナイスオン。よし。ホームランいった。奥行っちゃったね。おい、うん、うまい。うわー、ナイス。アプローチいいな。ありがとうございます。おお。うわー。行っちゃう？止まれ。弾かれるよね、やっぱね。うん、右流れだね。ナイスタッチ。いやー、弱いか。もうちょっと打たなきゃなんだな。ナイスパー。ナイスパー、やばい。オッケー。
このパーはやばい。でかい。今のはでかい。近くパットですよ、今ので。いいですね。入れボギーですから、これ外したら2打差。やばい、まずい。これかなり左でちょっと。左でむずいんだ、これ。切れない。おー、外しましょう。あー、よしよし、2打差で。ダボ最終ホール。これもうやだよ。もう現場やだよ。どう思う？これ見たとき。いじめの助長だ、これはもう。慎吾さん、まだわかんないね。本当に。2打差なんて。慎吾さんが言い出したんですよ。荒れるんですから、私。ジェストボールだから、2人のどっちかがね。そう、それが荒れてもね、良ければ良ければ。ただ、いい試しがねえからね、俺。やっちまったな、今のは。個人戦の時が頑張んねえな、この相方。任せっきりになっちゃった。まあね。大村さんに任せっきり。個人戦の時は良かったな。それでいいんですよね、コンビなんて。相方が頼れれば頼っちゃえばいい。ここでやってくれよ、もう電話バイアスだ。ここで電話してくれよ、もう。早いですよ、慎吾さん。早いですよ。後でたっぷりやらさせてください。お風呂場でやりますから、剥き出して。なぜ、なぜ俺はトータルテンボスに弱い。大丈夫じゃん。まずい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 。よしよしよし。あるはあるんすかね、俺のやつ。あるはあるでしょ。やばい。ああ、まあなんとか。うん。しゃあないしゃあない。まあまあいいでしょ。もちろん狙えないけど。しゃあないしゃあない。いや、まあ狙おうと思えば。超えろ。ああ、これはいいとこ行ったくさいな。はい、完璧でしょう。ポーンの道をね、残して、はい、まあまあまあ、まあまあ、転がる転がる、ゾンビが出る。ナイスです。うん、ちょっと噛んだ。どうだ、かけたね。いい位置にはあるじゃん。あー、右に落ちた。もっと後ろ。あー、フェアウェイに落ちた。ナイスキック。あー、下まで落ちました。下まで落ちたけど、いざるね。あ、いい。あ、いい。薄い。薄い。履いてる。あ、薄いか。まあでもナイスオンだね。はい、ギリギリナイスオン。手前すぎるけど、ギリ乗りました。怖い。もう怖い。これは入れときましょうよ。もう股間が震えてんすよ。もう怖くて。OK です。ナイスボギー。角です、角ですね。勝ち角、勝ち角。いや、ここちょっとゲーム。ちょっと強いだ。あー、強かったか。うん、うん、
はい、ナイスボギー。ナイスボギー。もう、はい、正真正銘の。ということで、もう、ですね、はい、私、ザコモリはですね、トータルテンボスお二方に一切、勝つことができませんでした。そうですね、だから、もう、藤森チャンネルにおいては、はい、2夜連続で、もう電気アンマーを食らわせる映像をお届けすることに。見たい、見たい、それ見たい、見たい2夜連続、まあ、で、あと許可取って、はい、あのカリウシに許可取ってアンマー流しながらアンマーよーじゃないんですよ許可出すわけないでしょ前川慎吾さんダメなのかな、ノリ分かる人だよ、使い方でしょ、ノリ分かる人だけど、電気アンマーよーじゃないですよあれダメ、はい、ダメか。いやでも、やっぱりトータルテンボスはいい。トータルテンボスはいい。ただもう、ありがとうございます。あんまりいないもんね、こういう感じ、ね、あんま、電気アンマーが長すぎてさ、はい、電気アンマー中 CM に1回流れるの初じゃん。いや、初だよ。なんだ電気アンマー回だけで1、はい、1本いけるんですか、取れるか、1本。なあ。ということで、私の2回続けての電気アンマー、はい、ご覧ください、どうぞ。さあ、ということで、7、8、9番ホールが終わりまして、はい、はい、私また負けたんで、はいはい、私から言い出しましたっけ、いや、そうですよ、リベンジしたいって言ってリベンジ、うん、帰り口に何回食らってるから、もうさ、なんか負けに行ってたよね、そのなんか味しめて、ね、1回目が良かったなじゃないんですよ、別になんかやだ、地方行ったら行く店みたいな、あまた指名されちゃってた、コテンバ行ったら絶対指名するよ、指名するみたいな、うんうん、じゃあもうね、ちょっと、はい、ちょっと待って、はい、え、だってもう一緒でしょ、一緒です、一緒だけど、ちょっとやり方変えるから、やり方変わるんですか、言ってください、スタンディングでいきます、俺もそう、スタンディング、あ、俺もそうするところ、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、あ、カズ、カズ、ちょっと顔取らないで、もう恥ずかしいから、ここ本当に、うん、スタート、あーあーいやーあーあーいやー痛い痛い痛い、それは痛いね、痛い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 、潰れる潰れる、ちぎれるちぎれる、いける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 、ちょっとダメだね、ちょっと何今の手で潰しに来てるもん、潰しには行ってないよマジで、じゃもっとだから手でやるから、なんか1回目の方が良かった、あの時の方が良かったじゃないのよ、あの時の出会った時の方が良かった、俺よーいスタート、それはすごい、それはすごい、いいだめ、お、オブレス、お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 、王者、王者、王者、お、お、お、王者、あ、もう、もう、それ以上しないで、ちょっと大きくなってる、ちょっと大きくなってる、ちょっと大きくなってるの、ちょっと大きくなってるの、これぞ、ここモザイクね、出てる。出ちゃってるよ、出ちゃってる、これだからトータルテンボさんやめられない、そういう目で見るの、なんで性的玩具、もう兄さんっていうか今度からお兄ちゃんって呼ばせてもらいます、お兄ちゃん、一線超えた関係じゃねえか、はい、ということでありがとうございました、ゲストトータルテンボスでした、 Wake up please バリバリボーも外しそう、12月31日、レディオフィッシュが大阪に帰ってくる。チケットは絶賛発売中。詳細は概要欄のリンクから。ようこそ、フィレッジへ。